今日は森山物商から総裁部長の金本明さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。もう6月も今日が19日ということですから、あっという間に7月に入って、はい、そしてお盆がやってきます、はい、ということで、今日はちょっとお盆についてお話を伺いたいと思うんですが、はい、このお盆というのは実はあの、真のお盆っていうんですか、7月に、はい、それから、まあ、私たちは旧のお盆というんでしょうか、8月に、ね、あるお盆が、これがお盆だと思ってたら、はい、7月もお盆がある地域があるんですね。そうです。ところによっては7月にされてたりとか、であとはあの旧暦の7月ですね、はい、当たるその8月あたりにあの、はい、お盆を、まあ、この辺りは本当におっしゃられた通りに8月の13日からお盆という形ですね。はい、はい、まずは今日はそのお盆についてちょっとお話をいただきたいんですが、はい、まあ、あのお盆と言いますと、ね、どうしても、まあ、あの亡くなった方を忍びながら家族で集まってという、はい、もう皆さんね、にぎやかに過ごされていると思うんですが、はい、そうですね、そういう、こうご縁をいただいて近況報告をする場ですね、はい、本当にふるさと離れて住んでらっしゃる方が帰ってこられて、新しい家族が増えたりとか、そういうお話をされる、本当に日本も昔から伝わってる本当に素晴らしい風習だと、はいはい、思います。でもね、こう意外と知らないお盆の常識というんでしょうか、はい、よく迎え日とか送り日とか、はい、もう全然やったことないんですけれどそうですね、昔は火を焚いてたり、本当にここ最近もう十数年前からで言えば、はい、提灯ですね、外に吊るして、はい、迎え日っていうことにされてらっしゃる方も結構いらっしゃいますね、うん、あとは最近いらっしゃるんですか。いらっしゃいます。あとは地方によってはキュウリとナスって言って、少量棚っていうんですけど、はい、棚にですね、キュウリで馬を作って、はい、ナスで牛を作ってですね、それに乗って帰ってくる、はい、というふうにね、はい、ご先祖様がそれに乗って帰ってくるというふうに言われてますが、もう最近そういうふうにお迎えしていらっしゃる方っていらっしゃるんですかね。そうですね、本当に少なくはなってこられてるんですが、おっしゃられるようにいらっしゃる方は、そうですね、今でもそうやってされてる方も確かにいらっしゃいます、ね、私も今年はちょっとやってみようかなと思って、ぜひ本当に、はい、ね、で送り火といえば京都の大文字焼きが、ね、そうですね、もう非常に有名なんですけれども、はい、これご家庭でもされる場合があるんですか、送り火。そうですね、本当に亡くなっては来てはいらっしゃるんですが、うん、そうですね、地方に、まあ、本当に全国いろんなこのお盆って、はい、やっぱりそういう地域によっての、風習とか慣習であるのはあるんですけれども、されてらっしゃる方はこの辺りでは本当におっしゃられるように本当にお見かけすることが、そうですね、なくなったんですけども、でも、はい、もう一度改めてこのお盆という意味合い的にね、はい、もっとこう見つめ直してみるのもいいかもわかりませんね。そうですね、あとお盆だと二盆ありますよね、はい、お亡くなりになったその年のお盆、はい、そうですね、初めて迎えるお盆という形ですね。この時ってどういう違いがあるんですか。そうですね、違いで言えば、この辺りで言えばよくお盆の時に準備するものとして、はい、圧倒的に皆様がイメージされる提灯ですね、はい、提灯を二盆、荒盆と言いますが、際には白いですね、真っ白い提灯に家紋を入れたり、あまりカビでないものっていうんですかね、比較的いろんなお店で置いてるものを見ると、結構景色のそういうですね、そうですね、いろんな絵柄のものを、はい、本来は二盆にはそういう真っ白いものに家紋とかそういうあまりその派手でないものを使って、それ以降はそういう景色の入ったものを使うっていうのが、本来は昔はそういうふうにされてたっていう、はい、そうなんですね、はい、でもやはりこうお盆は、ね、年に1回ですから、はい、やはりこう本当に手を合わせることをしっかりとしてね、はい、今にこう感謝していきたいですよね。そうですね、そして森山物商なんですけれども、はい、
神戸に本社があるんですか。はい、はい、こちらはあの総裁会館が、総裁ホールの天佑さんがあって、はい、そして福山ではアークハウス福山が新たに、はい、あの誕生しているわけなんですが、今のお店の方でその提灯なども販売されてるんでしょうか。はい、はい、ですね、来月から発盆準備セールということでですね、はい、はい、提灯、あと先ほどの送り火ってございましたね、炊いていただけるようなものも準備いたしまして、はい、提灯を7月末までなんですが、はい、2割引きという形にさせていただくのと、先ほど申しましたニーボンの方ですね、はい、アラボンの方は家紋入りの提灯ですね、お買い求めいただけるようでしたら、その家紋料金、定価で3000円に消費税かかるんですけれども、サービスという形で。なるほど、家紋をお入れいただくことができるんですね。はい、はい、こちらをサービスしていただけるということで、はい、これお店の方はどこに行けばいいんでしょうか。はい、お店の方はですね、福山市神鍋町平野368番地になりまして、はい、国道の313号線でございますね。313号線沿いを茨城の方に、はい、走っていただきますと、ちょうど平野分かれの信号っていうところがありまして、はい、そのもう国道沿いに面したところに右手にございますので、こちらは総裁ホールとはまた別の場所になるんですね。はい、はい、仏壇仏具のお店になります。はい、ホールの方でもそういう展示とかは行われないんですか。ですね、毎年、8月にイベントをいたしておりまして、はい、イベントの際には展示いたしております。そうなんですね、はいはい、まずはお店のこのホールとは別にあります店舗の方で、はい、いつから行われますか。はい、展示の方はもういたしておりまして、一応セールという形では7月1日1日からという形になります。で、お店の名前が弥勒ギャラリー道と申します。はい、弥勒ギャラリー道ですね、はい、お電話番号をいただけますか。はい、申します。フリーダイヤルで0120-119420になります。繰り返します。0120-119420、はい、こちらまでご用命ください。金本さんね、私たちって葬儀って突然にやってきて、はい、本当によく知ってるようで実は知らないと、はい、慌ててしまうことがたくさんあるんですけれども、はい、またこうして月に一度いろいろと教えていただきたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。